ビンちゃんさん、はい、おはようございます。大丈夫？見出し何？見出し何？大丈夫？綺麗だよ。綺麗だよ。何も汚れてる。全然綺麗に大丈夫。大丈夫。だって今日の朝からキティちゃんとおばちゃんとポチャック、ポチャックは多分今日出てきてくれるって思ってたの。明日ポチャックのお誕生日なのよ、うん、でもルード氏だから2月29日がないから多分今日出てくるだろうって。でも、うん、おめでとうって言って、はい、ちょっと、うん、この人みたいに上手に絵は描けないけど、まあ、僕なりにちょっと手伝ってもらったけどこの人が描いた絵をちょっと、ま、こう見て真似してくれて渡してくれました、うんまあまあ、気持ちだから、まあ、上手じゃないけど、うん、おめでとうってね、うん、嬉しいもんね、誕生日にやっぱりお祝いしてもらったら、うん、ドリファクでも、うん、もう待ってたし、待ってたし早く時やったり、いやいや全然ちょっと渡そうと思ってたもんね。いやもう手がもう完全に、あ、そうだこれですね。え、あ、やっぱ羽後ろについてるんだ。まあちょっとかまだ描いてないんですね、羽が。ええ、ちょっとそんなに時間はかからないでしょ。ちょっと後ろ見ていいですか。ああ、うん、かからない。とりあえずこれでいいんじゃないですか、ね、じゃあこれをじゃあお出しするんで、よいしょ、じゃあこれプレゼント、うん、じゃあせっかくだからこれと一緒にじゃあ撮りましょうか、写真。